はい、ゲームコレクターの酒館です。本日は2021年7月18日、今週のね、このチャンネルの動画の振り返りをしてやっていこうかと思います。ということで、まず月曜日ね、まあ先週からゲーマーさんのニュースの、ね、やつはちょっとやめたんで、まあいろいろとこうその日その日のね、曜日ごとの決まりはなくなったんですけど、とりあえず今回はニュースということでね、ゼルダのね、まあオークション絡みのニュースですよね。ゼルダのネスのゼルダがちょっとね、とんでもない9600万円相当とかいうね、ニュースが出たと思って動画作ったら、なんか今度スーパーマリオ64のね、海外版ね、1億7200万円とか言って、まあアホかとか思いながらね、結局こういう骨董品かってところのちょっと、まあ今後まあこういうニュースの話題のなり方はないとは思うけど、まあいろいろこういう数字が出てくるんだなっていうのがちょっと分かったというところでしょうか。あとブリトニー・スピアーズさんのね、こう引退式ニュースは、まあちょっとこういうニュースとなんかゲームを絡めてってやつはね、まあ定期的になんかやっていこうと思ってちょっと今回は気になったのでやってみたんですけども、本当はこういうところでちゃんとこうね、その時じゃないんだあったね、ちょっとゲームについてちゃんとゲームのねプレイ動画も流せればいいんですけど、ちょっとこれに関してはちょっとまあいろいろ権利的なところがね、動画の引用に比べるとその楽曲とかの引用は厳しそうなんでね、ちょっとそこら辺をいろいろ考えながら少しずつね模索していこうかと思っています。で、3DS はね、可愛い子犬の 3D ということで、まあ、今週は2011年の12月15日ぐらいかな、のあたりのタイトルを扱ってます。で、次、火曜日、7月13日ね。ここはちょっとゲーマーさんのニュースを扱ってますけども、ちょっと古いニュースもあるんですけどね。で、妖怪を、はあの夏に 体験されていたっけ、まあ、これ妖怪ウォッチ の初代の妖怪ウォッチのスマホ版のニュースにちょっと絡めて、あとモンユーに関しては今週15日に発売されたタイトルですけど、こちらのまあパッチのお話ですね。で、あとは暴れん坊天狗の話はこれ先週のねニュースで取り扱ってティザーサイトがあったんですけども、まあ、あっさりとね、暴れん坊天狗だと分かったんで、まあ、ちょっとそこら辺の話をしています。で、あとは熱血紅白によくのスペシャルですね。で、次。14日はね、まあ、ニュースをちょっとね、一回中断して、まあ、いつも通りね、ちょっとゲームキューブのタイトルということで、ソニックアドベンチャー2バトル。まだね、この辺は2000年かな、ゲームキューブの発売年の12月ですよね。というところで、まぁ、ちょっと今までこう、通常版のね、パッケージ紹介をしてたんですけども、ちょっとソニックアドベンチャー2バトルは僕は廉価版しか持ってなかったので、今回廉価版の紹介を通常版の発売日という情報の中でやってみました。あと 3DS のはね、ぷよぷよで、ちょっと紛らわしい、音で言うと紛らわしいんですけど、ぷよぷよびっくりマークびっくりマークっていうね、タイトルで。DS とかではね、ぷよぷよびっくりマーク1個ってバージョンもあるんで、ね、で、ね、言葉にすると分かりにくいんだけど、とりあえず 3DS はぷよぷよびっくりマークびっくりマークです。はい。で、次が、15日は、またニュースをちょっと扱ってみたんですけども、米国のね、まあ、LCD とか液晶ゲーム機とかのね、コレクターさんのニュースがあったんで、ちょっと取り扱ってみました。で、まあ、それに関連してるかどうかわかんないけど、ギネスということでね、スーパーロボット対戦がね、こう、ギネス記録を、ね、IP の数かな。で、こう、達成してたってやつがあったんで、そのニュースを扱ってみました。で、あと、ペンギンの問題、ザ・ウォーズですね。はい。で、次。7月16日は、こちらはね、販売本数ランキングですね。いつもやってるんですけど、ちょっと今回から、動画のね、表紙をいろいろいじってみるので、まぁ、ちょっとこういう動画の表紙にしてみたんですけども、まぁ、モンハンスト2っていうね、呼び方でいいのかはよくわかんないんですけど、逆称の仕方が、モンスト2だとね、違うゲームになっちゃうじゃないですか。で、モンハンだとモンハンでおかしいでしょ。で、モンハンスト、ハンスト2とかで、ね、ちょっとなんかやばいじゃないですか。
でモンハンスト2なのかな。だから初代とって言われるとなんかスト1の話かみたいな話になりそうだけど、まあとにかくね、ちょっと販売本数の数は今週からちょっといろいろと過去にね、一回こうグラフ化したものを更新したものを見るような感じにしてますのでね、見ていただければと思います。で、あとは萌え萌えライセンスですね。はい。で、7月の、17日ですね。は、Nintendo DS の方の紹介。これがね、なかなかこう、2004年の12月の、あれ ?1 日だったっけ ?2 日だったっけ、まあ、DS のローンチですね。Nintendo DS のローンチのタイトルが全然終わらないんですよね。あと、まだ折り返ししたぐらいかな。まだちょっといくつかあるんで、まあ、これは近いうちにやっていこうと思ってます。で、あと、ダンジョン RPG ピクダン2はね、土曜日恒例ということで、今回は17回だったかな。まあ、順調というか順調じゃないかは、まあ、動画を見ていただければと思います。で、本日ね、本日は、今週発売するパッケージの紹介ということで、まあ、サイトでチェックというコーナーにして、今回は、2021年7月21日発売が、このオーバークックとかね、鬼山、戦国恋姫、で、恋愛枯れちゃいました。で、7月22日が歌われるもの、ザン2と、スイートクラウンかな。ということでね、こんなパッケージ出るらしいのでね、パッケージコレクター的にはちょっと、このパッケージをこう、入手してやるぜという、こう、思いを持ちながら、モチベーションを高めると、まあそういう、で、情報をね、知ってることが大事なわけですよ。知ってるからこそ、後々ね、こう、ああいうのあったな、って思うわけですね。で、あと、最初に1個をこうメインで押さえておくと、バージョン違いがわかる。まあ、そういうところなのでね。ぜひ皆さんも、いろいろと勉強して、なるべくこう、新品を購入してね。どうしようもない時には、まあ、中古。まあ、そういうようなね、意識で、こう、ゲームに接していただければと思います。ということでね、動画、それぞれの動画を、見ていただければと思います。ということで、この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録、グッズの評価。今ね、チャンネル登録者数は53人ということで、まだまだ少ないのですが、100、1000、1万と増やしていこうと、100万、1億と増やしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。以上、サッカンでした。